まあ、ゆっくり朝食食べて少し部屋で動画編集とかしたりして、今11時ぐらい出てきました。天気は、ね、曇りです。台風の影響があって今回、全く泊まる予定のなかったヨンドンポというところに泊まりました。泊まってましたが、なんかね、この辺はね、東京でいうと山谷で、大阪でいうと西成みたいな場所のようです。結構ね、ソウルの中ではドヤ街として有名な場所みたいで、全く知らなかったところですね。結構昨日の夜なんか面白いなと思って見てたんですけど、結構夜は治安悪かったりするみたいなので、まあ気をつけた方がいい場所のようです。まあ、どこを歩こうかなっていうふうに考えてたんですけど、とりあえず、まあ、この辺ブラブラと歩いてみたいと思います。アーケードがね、トラディショナルマーケットって書いてある。どの辺が治安良くてどの辺が治安悪いのかよくわかんないので、まあとりあえず気をつけながら歩きたいなと思います。ここを食べるものがずっと並んでる。ここは本当にハングル読めないと何もわからないって感じ。最初にね、韓国来たのが97年、フランスワールドカップの予選の時に来たんですけどね、あの頃はね、漢字とかアルファベット全くなかったんですよね。本当にね、こんな感じでした。とりあえずさっきの交差点に戻ってきました、ね、伝統市場、なんか服屋さんばっかりだったんで、あのまま行っても面白くないかなって、そんな感じがしたんで戻ってきました。まあ本当に地元の人が買い物する場所でもあるんでしょうね。それでもこんだけハングルばっかり並んでるところってもう今見かけないから、すごいなんかそういう意味では昔だよね。最初に韓国来た時は思い出す。さっきはここ入ってたところ、八百屋さん、露店でまだ売ってるおばさんなんかもいます。屋台的なものもあったり、服なんかは1100円ぐらいからかな。これは何、ウェディンググループって書いてあるから結婚式場かなんかね。トムントムスコーヒー、3号線のヨンドン
あ、違うな、これは5号線か。5号線になるのね。ミョンドンポシュジャン駅に来ました。あの、レバーボードと包丁ビシッと首なんで。ちょっとしたマンションがあったり、会社があったり、ちょっとまた雰囲気違うね。なんかあの建物は皮膚科らしいです。スキンケア&レーザークリニックと書いてある。チキン&ピザ BBQ。 今11時50分過ぎたところです。正面がヨンドンの駅、そして、こちら側がさっき言ったトラディショナルマーケット、そしてちょっとこちらの方を歩いていこうかなと思います。あ、また感じが違うところだね。ここってあのラウンジから見てたところだね。あ、でもあれだ、あれは見えてたよね。 MG、 これあのこれ信用金庫なんだな。信用直行って信用金庫かなと思って見てた。この辺は再開発された場所なんだよね。 あれだ、あの建物クラシカルだねって言って、あの上に木が上がってる。あ、はいはいはい、そっかそっか。あれね、あれがちょうど見えてた。裏から見てる感じかな。ちょっと向かったな。これって向こうから見えないよね。あ、建物がぐるっとあって、その上に建ってんだ、まだ2つ。そんな感じか。あ、メガコーヒー、いくつかあるね。あ、そうか、ぐるりと外側だけ使ってるって感じか。そうだね、外側だけ使って。ボーリング場、ピンが踊ってるもん。どういう風になってんだろうね。ね、ピンが踊ってるでしょ。ボーリングって書いてある。ボーリングって受け子のレディースボリカブって、作ったとしてね、すごいね、お金かけてる。地下3階でもうね、
ビーマート。だから駅の方向というかはタイムズスクエアのさらに奥っていう感じか。あそこでもなんか寝てるよ。あ、スズメと遊んでた。うん。どっちから車が来るのかな。よく考えたら今日ほとんど初めて歩いてるような感じのね。本当にね、新旧すごいね、ここはね。ああ、そうか、ここなのか。小切れになっちゃって、うん、そうかもね。だから全部こういう形で、うん、夜用で、うん。そっち行ってみる。なんかあの辺ね。綺麗な建物多いのにね。綺麗な建物多いのにね、うん、ちょうどお昼ご飯の時間帯だから。うん、すごいピザまであって、うん、だからこの辺は肉って言って犬肉出される店があるらしいよ。まだ？うん。アデランス的なもんじゃない、あれ。ヨンドンポの駅の方に出てきました。バスレーンがあるんですね。で、駅の方ロッテ百貨店とかあるのでちょっとそっちの方に覗こうかなと思います。なんだかんだ言ってもうお昼12時20分過ぎてますね。渡るよ。ここの駅からこれずっとまっすぐ行ったこの上のところに、上というか向こう側にフェアフィールドバイマリオットソウルがあるんですよね。でさらにその先行くと東横インがあるらしいです。ちょうど駅前フェアフィールド、まだ新しそう。韓国はこういう感じで駅前で演説っていうのは結構頻繁にやってる。さあ駅に戻ってきました。まだ乗らないですよ。でこちら側に乗って百貨店があるということで、まあ、百貨店は撮影禁止なので切ります。ヨンドンポの駅は1階にプラットフォームがあって上に上がって今いるところですね。それと下に降りて下にも改札があるというような感じになっています。なので、一番コートヤードに行くには下に降りて地下で地下道を歩いていくのが一番いいのかなっていうふうに思いますね。駅降りて、ちょうど反対側、タイムズスクエアとかなら反対側の方に出てきました。これは元
感じはしてないね。そうだね、あそこの端っこが、うん、向こう側とはまた全然違う雰囲気の街が形成されてますね。反対側どっちかっていうと平坦、こっち側いきなりね坂道があって、坂道そのヘリ沿いを鉄道が走ってるっていう、そんな感じなのかな。声響いてると思ったらね、なんかねアメフトの練習やってました。あれ引っ越ししてんのかな。あーそうそう、あれです、あやつが通るんだよ ね、うん、本当に今ここ歩いただけかアウトドアステージとかある。テニスコート、バドミントンコートなんだ、テニスじゃなくてね、うん、ゲートボールコート、うん、やっぱりフットサルグラウンドでラグビーや、ラグビーじゃないわ、アメフトやってた。少しこんな感じでやってます。で上のねところから下ろして、こんな感じで、駐車場のシステムが天野だ。天野。あ、雨降ってきた。雨降ってきた。あ、東横インだ。東横インだ。東横イン。東横インです。横イン、
東横インの周りはこんな感じ。並びにちょっとしたコンビニはあったけどね。サブウェイ、市民ビル、1号線と5号線の地下鉄の駅があるのか。位置関係的にはフェアフィールドがあるから、この先に四論法の駅があって、そのフェアフィールドの前を通り過ぎてまっすぐ来て、ちょっと大きな、何サロかわからないけど、そこのところをふっと曲がってあげる、右に曲がってあげると東横インになるって感じ。でちょうどこれの一本右側が、結構夜飲んだりするところが多くて、昨日ちょうど焼肉食べたのもこの奥、ちょうどフェアフィールドから1本入ったところ、ちょうどその辺りで食事しました。それはね、別の動画にこう入ってると思うんですけど、ちょっとねそんな場所です。だから安くで済ませたいなら四ドンプの東横インで、その次ちょっとまあ、高級なところって言ったらおかしいですけど、それなりの、ホテルに泊まりたいなっていう場合は、フェアフィールド、そんな感じで選んでもいいでしょうね。でブランド的にはその上にですねコートヤードがあって、コートヤードはタイムズスクエアのところにあるということになるので、まあ日本人的にはそういうところを選んでいくのが一番いいんじゃないかなっていうようにちょっと感じました。コートヤードかどっちかにどっちにしようかってことを悩んで、コートヤードを選んだっていう、そんな感じですね。この辺が居酒屋さんとかに結構並んでる場所ですね。ここ昨日結構並んでたよね、夜ね、うん、昨日食べた店はここですね。このお店で食べました。ちょうど方針に正解に来たかと。ヨンドンプの駅、エンジェルインアス、横を奥入っていたところがヨンドンプ。駅行ったちょうど正面にあったんですけど、こっちから入っていくとこんな感じで、昔ながらのお店が並んでます。こういう感じでつながってるんですよね。
方向曲がってあげるとタイムズスクエア、タイムズスクエアから地下に入っていけるので、ロゴがあるんですけど、コーティアドバイまで行けますよというところですね。ホテルチェックアウトして今ヨンドンポの駅に来ました、こちらがもう改札ですね。でこれからですね、チョンロサムダ、その駅まで行ってですね、次のホテルに向かうことになります。1号線使っていきます。サッパーの方